ああ死んでほしい。あいつマジ殺した。クソ、本当あの人生きてちゃダメだよね。死んだ方がいいよ。殺してもらえば。殺す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 。誰に？電話ボックスの男。何それ、聞いたことない？どっかの公園にある電話ボックスに殺したい理由と連絡先残しといたら。聞いたことあるかも。殺してくれんだよね。そうそう、ただただ何？殺したい気持ちが純粋じゃないと頼んだ人も死ね。死ねろ。死ね。死ね。行くよ新人。はい。聞き込みの手で探るからよく見てて。はい。あの多田さん、僕百瀬です。配属されてから2週間なので、そろそろ名前で。呼びたくなったら呼んであげる。私に私もルールがあるから、そこは絶対に曲げない。すみません。すみません。こんにちは。え、何？杉並北警察署の多田と申します。上野匠さんですよね？いや、まあ、はい。高円寺のアパートである女性が首を吊って亡くなっていた件でお話を伺いたくて。この女性なんですか？公務課で現行犯逮捕。逃げたってことはあんたやったね。全部話して一から出直せ。この美女が力になってあげるよ。お前おい、ああ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 あ、まあ明日までの支払わないと、まあうちの部下何するか分かんねえぞ。怖いか？怖いかって聞いてんだよ。だよな。人生終わりにしたくなるんだったら用意しとけ。あなたは人生が終わる時のことを想像したことがありますか？占い師か。邪魔だ、消えろ。スズメバチの猛毒はご存知ですよね？てめえ殺すな！その匂い、スズメバチが好むんです。もしもし、多田です。上野が自供しました。木島金融の木島勲の依頼で
被害者の借金を保険金で回収するため自殺に見せかけて殺したそうです。木島は、え？死んだ？うお、おい新人。すいません。多田さん、何ですかねこれ。どう見ても枯れ葉でしょう。ご苦労さん。お疲れ様です。お疲れ様。お疲れ様です。店員の証言によると木島は黒いスーツの男に水をかけられた後突然苦しみだした。八女さん、黒いスーツの男ですか。ええ。何。はい、ちょっと。まあ毒殺だろうな。被害者がかけられた水は正真正銘、単なるガムシロ入りの水ですね。ビリの枯れ葉含め、全て毒物反応なしです。全身の腫れは原因不明、死因は心筋梗塞です。実は、3ヶ月前に港区で似たような事件が起きてるんです。刺された。住宅街で。男に刺されたと言い残して女性が死亡。しかし刺された形跡はなく無傷、死因は心筋梗塞。ここでも黒いスーツの男が目撃されています。死亡女性は複数の結婚詐欺の容疑者でした。この男が殺人を請け負った可能性があると推測します。証拠は。同一人物かどうかも分かんねえだろう。いずれにせよ不能犯ですね。明確な殺意を持って呪いの呪文を唱えても人は殺せない。結果に関わらずその行為自体は犯罪の成立が不可能。確かに不能犯ですね。でも今回は結果として死亡してますよ。結果に関わらずガムシロ入りの水で人は殺せないでしょ。不能犯は不能犯。そういうことだ。木島は突然死、余計な仕事増やすなよ。証拠が出ないんじゃねえ。お待ちしました。おー、タケル。お疲れ様です、タダさん。ああ、そこに。はい、お茶入れますね。タケルが持ってきたの久しぶりじゃない？はい、今日桜井さんが早く上がったんで、代わりに。あの防犯カメラの男の顔、すっごいムカつきましたね。新人、声でかい。すいません。多田さん、百瀬です。上野の受教は。あ、はい、話の細かい内容も辻褄は合ってますね。うん、了解。あと任せるから報告書よろしく。はい。多田さん、お疲れ様です。おお、回収です。また店で待ってます。近々ね。美味しかったよ。大将によろしくね。はい、ありがとうございます。イケメンですね。うん、川端健。私が少年課にいた頃お世話した子でね。2年前に少年院から出てきたんだけど、
紹介したお店でもう調理場任されてるんだって。へえ、美女が本当に力になってあげたんですね。まあそういうことになるかな。おっとこまえだな。あ、ももか、ただいま。おかえり、けんちゃん。これ、お土産。 ありがとう。福岡どうだった？いや、美味しいもん食べた？全然、時間なくてさ。アロマ変えたの？ん？いい匂い。うん、イライラにした。どう？うん最高。どうした？塀の向こうから鳥森さんが見てた。鳥森さん？町内会の会長さんが覗きなんて。行ってきます。鳥森さん、それうちのゴミですよね。変なものが入ってないか調べてるんです。今日は燃えるゴミの日。社会のルールを守りなさいって奥さんに伝えときなさい。ただいま。ももか、どうした？ももか、ごめんなさい、風通そうと思って窓開けてうとうとしてたら鳥森さんが。鳥森さん？鳥森さんが何？入ってきたの？何をしたか分かってるんですか？警察に通報しますよ。そんなことしたら私警察に全部喋っちゃうよ。奥さんも全部喋らないといけない。いいのか？奥さんを愛してるならやめなさい。私忘れるから。警察はやめてね。
木島の事件とその前の港区の事件、どちらも死因はプラシーボ効果によるものだと思うんです。何いきなり。プラシーボ効果？はい、思い込みです。僕大学で心理学を学んでたんで、それなりに知識はあるんですけど、あ、この本まさに今回の件に似た事例が載ってるんです、うん、例えばこれ、ベトナム戦争での米兵の死者は約6万人ですが、半数が本来死なずに済んだと言われています。どういうこと？腕を撃たれた、指を失った、そんな死なない傷でも死ぬと思い込み実際に死んだそうです。こっちは催眠術の実験です。ただの万年筆を熱く焼いた鉄の棒だと思い込ませて腕に当てた、するとこの火傷を負ったそうです。木島の事件もおそらく水や枯葉を別のものに思い込んだ。港区の事件は刃物で刺されたと思い込んだ。一種の洗脳、マインドコントロールです。それ立証できんのか？できないよな。そうですよね。あなたですか？頼めば。その濁りはないですね。必要なのはあなたの純粋な殺意です。鳥森博士を殺してください。本当にそれでいいんですね？はい、お願いします。お探し物はこれですか？ああ、いやいや、これはどうも。何なんだ、ジロジロ見て。ん？美味しいですか、そのタバコ。たった一吸いでぶっ飛べる一級品ですからね。まさかお前やつらの。大丈夫ですか、そんなもの飲んで。
前らみたいな奴らに。奥さんを。くそ。ありがとうございました。これ鳥森さんがお宅のゴミから盗んだものです。今日はこれから出張だそうですね。けど危険人物から解放された喜ばしい日ですから、仕事を忘れて帰られてはいかがですか。奥さんもきっと喜びますよ。全てあなたが望んでいた通りです。
愚かだね人間は。お疲れ様です。お疲れ様。赤井さん、例の黒いスーツの男がまた目撃されています。この殺し合いの直前、裏の家の男性が近くの公園で死亡した。死因は心臓麻痺。その時も黒いスーツの男が目撃されてる。背格好もまさにあの男。赤井さん、あっちあっち、あの男がいます。赤井さん、任意同行で。行け。すいません、通ります。ちょっと通りますよ。開けてください。すみません、署で少しお話を伺いたいんですが。ええ、構いませんよ。嘘吹正さんで、お名前は間違いないですか？はい。調べましたが、そんな名前の人は存在しません。ちょっと見ていただきたいものがあります。複数の死亡現場近くであなたの姿が目撃されています。そして今日も。どういうことか説明していただけますか？僕がやりました。そう言えばいいですか？それとも首でもくくりますか？僕はやってません。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 ところで、虫が一匹ついてますよ。噛まれましたね。消毒しないと。赤井さん。では帰ります。任意同行ですから問題ないですよね。どうぞご協力。さん、これでいいんですか？証拠がないんじゃ。任意なんだから仕方がないでしょ。やってないって言ってるし。
僕はやってませんって。大丈夫ですか？大丈夫。やめさん、それ。本当に唾液しか検出されなかったんですか？やめさんの手首腫れ上がってましたよ。ええ、だからいろいろ調べたんですけど。結局毒物は検出されないね。立証できない案件に首突っ込んでこの結果だよ。やめさんがあの男に虫がいるって言われた時、私には何も見えませんでした。でも八女さんには実際に虫が見えていたそうです。思い込みじゃ証拠になりません。不能犯ですよ。あの男が首をくくるとか僕はやってませんとか言ってる時、皆さんちょっと動揺してたんですけど、何かあったんですか？結構最近の話なんだけど、八女さん電車で痴漢した高校生を現行犯逮捕したのね。この目で見たんだから言い逃れできないんだよ。いや絶対見間違いです。お父さん呼んでください。お父さんも言ってるよ、正直に罪を認めてほしいって。嘘、僕はやってません。僕はやってません。僕はやってません。やってないんです。彼留置所で自殺しちゃったんだけど。僕はやってません。勝村さんの息子だったの。ええ、すいません、お先に失礼します。はい、お疲れさん。お疲れ様です。けど勝村さんは八女さんを責めなかった。あの男は何らかの方法でそのことを知って八女さんの心に揺さぶりをかけたんでしょうね。動揺した精神状態は思い込みを強める効果があります。罪悪感に苛まれてる。ああ、思い込もうとしましたね。私は悪くない、私は悪くない。あなたは今夜死ぬ。僕はやってません。
僕はやってません。いやー、僕はやってません。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 八女さんの利き腕は右。もし自殺するなら右手でカミソリを持って左手首を切るはず。なのに右手首を切ってる。腫れていた部分も切ろうとしたんでしょうか。でも止血もせず浴槽からも出なかったってことは。自殺かどうかは分かりませんけどね。水は血を何倍にも膨張させてみせるから。血の広がる光景を見て出血多量だと思い込んで気を失う事例は少なくないですよ。また思い込み。遺体は沈んでいました。検出すれば分かりますが、おそらく溺れたものだと思われます。こんなことになるなんてな。自殺じゃない、絶対に。お見事でした。死に顔が綺麗だったのはちょっと残念でしたけどね。あの女、純キャリアのプライドでずっと私を見下してたんですよ。自分は選ばれた人間だから他の者を見下している、そういう意識なんだな。だから私の息子に、お父さんも正直罪を認めろと言ってるなんて、そんな嘘がつけたんですね。汚い女ですよ。仲間たちに裸を見られて、いい気味ですよね。あなたの殺意は濁ってますね。不純です。殺意に不純も何もないでしょう。それに私は嘘吹さんでしたか。あなたに八女を殺してもらうように依頼しただけですからね。言っちゃいましたね。え？勝村さん。あんたがやめよ。勝村さん、嘘ですよね。あの男に依頼したなんて。60分コースで2万2000円になります。はい。
ちょうどですね。ありがとうございます。ごめんなさい、ちょっと待ってね。はい。あ、はい、そうです。私です。はい。わかりました。伺います。早速ご依頼内容を伺いましょう。夢原理沙、私の姉です。けど私が10歳の時に両親が離婚して、理沙は母親、私は父親に引き取られて、お互い疎遠になって、その後はよくある話なんですけど、父親が働かなくなって、借金のせいで私が体で払わなきゃいけなくなって。お姉さんの方はお母さんに大切に育てられて、今や人気ジュエリーデザイナー、そして大病院の院長への道が約束されたお医者さんと来月ご結婚ですか。最近たまたまリサをネットの記事で見つけて、ジュエリーデザイナーなんてすごいって、婚約のことも書いてあったから、お祝いの言葉と私の近況を正直に書いて手紙を送ったんです。でも返事が来なくて、きっと何かの間違いだと思ってリサのジュエリーのお店に行ってみたんです。お姉ちゃん、私だって気づいてました。でも完全に避けてた。ほら見てこの目、私のこと体を売る汚い女だって思ってる、自分とは住む世界が違うって思ってる。もしあの時私が母親に引き取られてたら、絶対こんなことになってない。こいつだけ幸せになって私をなかったことにするなんて絶対許さない。お願い、こいつを。今お店出たから直接式場行くね。はい。梅原理沙さん、どなたですか。はじめまして。人呼びますよ。最も身近な人があなたの死を望んでいます。え？
オイル。この間一緒にいた方イケメンでしたね。ああ新人もタケルのことそう言ってたよ。ん？新人？そう新人、名前は百瀬麻生だけどまだ新人。今度はぜひ百瀬さんも連れてきてくださいよ。新人にここはもったいないよ。あいつラーメン大好き野郎だから。ほら今日の花っていうラーメン屋さんの超常連だよ。おお。でもあそこ確か美味しいんですよね、スプライさん。ああ、こちら店長からです。わ、美味しそう。大将ありがとう、いただきます。どうぞ。しかしタケルも立派になったよね。本当僕ひどかったですもんね。多田さんに捕まってなかったら今頃こんなことやれてないです。不良タケルの昔悪かった自慢。いや桜井さん自慢じゃないです。うん、めちゃくちゃすぎて自慢になんかなってないから。そうっすよね。あの時多田さん僕のこと叱って泣いてくれて、全力で気持ちぶつけてきて、あの時の顔が忘れられないんですよね。散歩する人たちで賑わう公園での爆発、負傷者は14人に上りました。これすごいっすよね。今日午後4時ごろ、東京都江東区の白川公園で大きな爆発がありました。使用されたのは手製の爆弾とみられます。止めない。昨年12月、三鷹市の神社で起きた爆発事件と類似しており、警察では2つの事件の関連性について詳しく捜査する方針です。こういうことってずっと続くんでしょうね。も一般人を狙いかもね。行われたと見られており、でもこっちだってずっと諦めないから。大丈夫ですか？ちょ、触らないで。やはりですね。ふざけてんの、人殺し。まれにいるんですよ、あなたのように。僕がコントロールすることのできない未知の領域を持った支配されない人間が。あなたなら僕を殺せるかもしれませんね。殺す？あんたの目的は何？何なの？知りたいんです。人間の脆さと強さ、どちらが人間の本当の姿なのか。
の実験のために人を殺してるっていうわけ。殺してなんかいませんよ。本人が闇を望むんです。そんなわけないでしょ。闇に落ちたい人間が落ちてるだけですよ。だからあなたは誰も救う必要がない。どうせあなたには救えない。うるさい。誰になんて言われようと、救いたきゃ救うよ。あんただって止めてみせる。ではぜひその手で僕を殺し、僕の人生を終わらせてください。僕を止める方法はそれしかありません。その覚悟ができたらどうぞこちらに。打撲程度ですけど、少し入院させて精密検査をします。婚約者の病院なら安心ですね。はい。それで夢原さんが事故の前に駐車場で話した相手というのはこの男ですか？そうです、この男です。どういったお話をされました？身近な人が私の死を望んでるとか言って、それで運転してたらブレーキが効かなくて、きっとあの男がブレーキに細工したんです。でもブレーキに異常はなかったんです。ハンドルにもオイルはついてなかったって。勝明さん、どうして信じてくれないの？法にのっとってあの男を捕まえるのが不可能なら、止めるには殺すしかない。え、何言ってるんですか、多田さん。それができるのは私だけなの。どういうことですか？私にはあの男のマインドコントロールが効かない。え？こないだあの男が接触してきてそう言ったの。おもちゃのナイフで襲われたけど、私にはただのおもちゃだった。今話聞いてないですよ。言ってないからね。そうか、思考の類似かもしれませんね。思考の類似？何それ？潜在的な思考パターンの似ているもの同士では相手の心の隙をつくのが難しいんです。あの男と私が似てるってわけ？あんな人殺すと？いえ、あくまでも仮説ですけど。でもどうして今回は殺しに失敗したんだろう。夢原さんは生きてるでしょ。失礼します。お食事お持ちしました。ありがとうございます。ああ、西紗友子さん、勝明さんからよく話は聞いてます。優秀だって。リサ、やめてくれよ。
早く僕を止めてください。夢原さんをどうするつもり？僕はどうするつもりもありませんよ。彼女が自分から望む…導いてるのはあんたでしょ。止めないのはあなたですよ。黙れ。ええ、殺せば永遠に黙ります。やっぱりあの女を好きになって私が邪魔になって。誰か先生呼んできて。やらないと。私が殺されてたの。信じて。リサがやったんですね。もうめちゃくちゃ嬉しいです。はい、あのこれからのあの女の人生が楽しみです。ありがとうございました。あと一つ。はい。リサさんの車のダッシュボードに入っていたものは？あなたの部屋に届けておきました。はい、わかりました。すっごくいいことあったからサービスしてあげるね。それでいいと思ってる。なあ、間違ってるんだよ。人間の生き方として。おい、なんか言うわ。おい、なあ、おい、おい、暴力を振るうのは最低ですよ。やめましょう。あ、ジャキ様、こら。あっ、行って。どうしてあんなことをするんですか？どうして優しくできないんですか？ユウ、手紙ありがとう。私ばかり平穏に暮らして本当にごめんなさい。お店に来てくれた時、ユウだって気づきながら逃げてしまいました。
離れ離れになってからの優のことを受け止められなくてごめんなさい。今の仕事が嫌なら、もし優がよかったら私のお店で働いてくれない？また連絡するね。本当にごめんね。愚かだね、人間は。残念ですが、妹の木村優さんが自殺されたようです。え？報酬したあなたの携帯に留守電が残されていました。私いつも泣かされてたし、優をうちで働かせたいって言った時もすごく怒って、そんな人間身内の恥だ、結婚式にも絶対に呼ぶなって。優はあんな人のために死ななくてよかったのに。今から精神鑑定を受けてもらいます。これいらないでしょう。夢原さん、夢原さん大丈夫ですか？
百瀬、助かってほしいですね。そうね。人間の命をもてあそぶなんて許せない。あの男も同じ。あの男か。あっちも打つ手が見つかりませんね。やっぱり殺すしかないのかな。え？殺せないでしょ。殺そうとしてもあいつのマインドコントロールにかかって返り討ちですよ。私には効力がないの。え？ああ、そういえば矢部さんがおかしくなった時、多田さんは平気でしたね。そう。だから私なら殺せる。殺せるって。そんなの間違ってる。けど、間違ったことやらないと、あの男を止められないとしたら。俺ならやんないですよ。警察官ですから。あの男は私が何とかする。あなたはユウさんの気持ちをつないでちゃんと生きなきゃ。途切れさせちゃダメだよ。はい。赤松、多田さんは運転して。どうするつもり。ユウの気持ちをつなぐの。ウサブキのところへ行って。あいつの居場所は誰も。そしたら死んでもらうしかない。けどやめて。私がわかる。髪を取り出していい。ゆっくりね。これあの男に渡された。ただに何かあったらしい。応援頼む。車両回してくれ。はい、はい。いらっしゃいましたね。あんた今から死ぬの。これであの男を殺して。殺せるのはあなただけなんでしょ。それじゃあ殺すのに苦労するでしょう。それは全部よく切れる本物です。殺して。僕を止められるのはあなただけですよ。ほら、その人を助けたいんでしょ。さあ、違う、こうじゃない。
失望です。残念ですが、あなたには無理なんですよ。知ってる。私の気持ちを彼女あるじゃないですか。あなたよりずっと。若松は残念だったな。百瀬はまだ意識は戻ってない。危険な状態が続いているそうだ。あの男は質問に答えようとしない。ただ一言。多田刑事が全てを知っています。あの男が夢原理沙を切りつけて殺した。間違いないな。何をためらってんだよ。嘘吹きをぶち込めるチャンスだぞ。やめの敵も取れる。あの男に会わせてもらえますか。証言したんですか。まずはあんたの顔見てからにしようと思ってね。夢原理沙でしたっけ。うん。彼女手錠をされていたんじゃないですか。あんなことができたということは、あなたの優しさで手錠を外してあげたんでしょう。ひどいですね。手錠を外さなければこんなことにはならなかった。その優しさが彼女を死なせ、あなたの部下を殺した。
あなたの優しさは自分がいい気分になるための醜いマスターベーションです。それとも私の真似をして夢原理沙を闇に落とそうとしたんですか。僕ら似た者同士ですね。そのマスターベーションでせめて夢原理沙の気持ちをつないであげてください。おい、この男は夢原理沙を殺していません。夢原理沙は自分の首を切ってこの男に刃物を渡しました。よかったのかな。どうも。百瀬さんどうですか。そのうちひょいっと起き上がるんじゃない。何も食べてないでしょ。作ってきました。食べて少し寝た方がいいですよ。ありがとう。塀に使われてないフロアがあるみたいなんでそこで休みましょうか。お弁当とお茶にね、強めの睡眠薬を入れたんだ。勝手に立たない。そこから動いたらたくさん人が死ぬよ。何言ってんの。多田さん昔俺のために泣いてくれたよね。あの顔、希望を信じきってて、あの顔が本当に絶望するところが見たいって思ったんだ。嘘でしょ。嘘はあの時から今までの俺の態度。多田さんが信じれば信じるほど今日のこの日が楽しみで。壊れちゃう様って綺麗だよね。多田さんならきっとすごい綺麗な表情を見せてくれると思ったんだ。それ両方爆弾の起爆装置。え、青い方は下の百瀬くんの部屋、赤い方はあそこのひばり幼稚園。嘘。私をからかうのが目的なんでしょう。
去年の神社の爆発とこの間の公園の爆発、あとラーメン屋の爆発、あれも俺。多田さんがせっかく相棒くんの常連のお店教えてくれたからやらなくちゃ。全部今日のための実験。今日の爆弾はすごいよ。あのビルとあのビルの間のコンビニに仕掛けたんだ。行くよ。くれてありがとう。信じて裏切られて、信じて裏切られて、その繰り返しを私は死ぬまで続けるの。嬉しいな、まだ信じてくれるんだ。信じる。じゃあやめない。さあどっち、操作は簡単。爆発させたい方をリダイヤル、それでドーン。タケル、絶対償わせ。ドーン。動いちゃダメだって。俺の携帯からでもドーンできるんだよ。相棒を殺すか、幼い子供たちを殺すか、10分で決めて。10分経っても選ばなかったら俺が両方ドーンするよ。ほら、どっち。何しに来たんだよ。お前の出番じゃないよ。この男を知ってるの？そうだよ。闇金の木島殺しをこいつに頼んだの俺だよ。爆弾作るのも金がいるからさ、木島に金借りたんだけど返すつもりもないから、ボランティアの殺し屋に頼んで片付けてもらおうかなって思って。だけどこいつつまんないよ。ちまちま殺してさ、やるならドーンと派手にいかないと。五寸釘撃たれたことありますか？あなたを殺すように依頼されました。誰の依頼？彼の先輩ですよ。あいつ
俺よりずっと後に入ったくせに俺より先に調理場任されてやがってさ、気に入らねえよ犯罪者のくせによ。だからやめなさい。その子には生きて罪を償わせる。和田さん、彼を救いたければ僕を殺してください。罪を償いなさい。残念だけど10分後には自動的に爆発するようになってるから助ける時間あるかな。どうせ嘘でしょ。どう思うか。自由、やっぱいい顔してる。赤井さん、ひばり幼稚園と城北総合病院に爆弾が仕掛けられています。各所に連絡してください。おそらくあと6分ほどで爆発します。多田さん、嘘だよ。子供たち行くぞ。あなたの爆弾ですが。
足元にありますよ。すごいな。あなたは人生が終わる時のことを想像したことがありますか？あるよ。終わらせてくれんの？おめでとう。地獄が待ってます。署に戻ったら報告書を作成します。お疲れ様でした。夢かな。すごい美女が目の前に。夢じゃないよ、百瀬巡査長。お帰り。お元気そうですね。あんたこそ。傷はいいの？ええ、残念ながら急所を外していただいたんで。いつ殺してくれるんですか？いつか私が本気で純粋に殺したいと思った時。僕はこれからも人々が自ら望む闇へと導きますよ。私はこれからも希望を諦めない。それじゃあ僕は殺せませんね。あんたのルールじゃ動かない。私は私のルールで、私は希望であんたを殺す。希望で？愚かだね、人間は。
電話ボックスの男って知ってる？うん、聞いたことある。電話ボックスにメッセージ残したら殺したい人を殺してくれるんだよね。狙われた人は頭がおかしくなって死んじゃう。頼んだ人も殺したい気持ちが純粋じゃないと死んじゃう。悪魔みたい。天使かもしれないよ。悪魔って元は天使なんだよ。私もあの人殺したい。殺してほしい。その気持ちは純粋なの？大明星爱上图片学霸女，小狼狗甜宠大龄女白领，不良少年守护单亲少女，
性感女神强撩帅宅男，下载快看漫画 APP， 超多都市恋爱漫画，陪你甜蜜一下。